魔との契約。ここに新たなる教祖、クズハが誕生。え、あ、ここで蘇るの？再びの、じゃ、やばい。あ、え、ええー、強っ。やばい。力を手にした。あー、まあこいつらは生かすか。仕方ねえから。はい。まるで攻撃を避ける。すげえ緊急回避。距離長え。強くね、俺。なにこれ、墓とかも壊せんの？あ、なるほどね。脱出するからマップっぽくなってたのか。これ順番で行った方がいいのかな。あ、順番でしか行けないのか。なに、え、めちゃくちゃ、ネズム。なんか、見た目に反して声が渋いな。わしはお主の敵ではない。わしの名はネズム。かつてはお主と同じ選ばれた器だった。あ、ほんとだ、なんか、偽の王冠被ってるぞ、こいつ。最後裏切って王冠奪いそうだな。お主を導けとのご命令でな。ここは非常に危険な古き信仰の地だ。おう、危険なんだ。おう、目どうした、飛び出てるぞ、お前。オンサンパラ、わしがお主を導いてやろう。このまま森の中を進むといい。わしは常に近くで見守っておるぞ。ネズム、俺の右腕になってくれんのか。惜しいな。あ、これネズムの家破壊しといたわ。んこれ壊したらなんか出てくるみたいな、ダクソみたいなノリある。いてざ、なめんなよお前。一個しか命のないザコどもが。つえ、え、アクションゲームなのこれ。インベントリを開く。金貨。富への欲はしばしば、その者の心臓を喰らい尽くすものである。様々なことに利用、あ、お金の概念ね。えりえり、何にも出てこねえ。はい。あれあれ、あ、でも、つえな、俺、マジで。チュートリアルだからかな。岩とかも壊せる。何引っかかってんの。シェーイ！あ、なるほどね。フロアのやつ全部倒すとなんかもらえるとかなんだね。あれ！あ、なんかミノムシだ。キモ！セイ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 。え！ 1 フロアごとにもらえるの？あ、なんかタダでもらえた。ただより高いものあります。オッケー。え、なんで最後のフロア？ダンジョンクリア報酬みたいなことかな。あれ、なんか捕まってる。あれを見よ、哀れな魂が生贄にされようとしている。俺、あれかな、信者第1号になるのかな。あやつを助けるのだ。さすればあやつはお主の教団に入らざるを得なくなる。まあね、命の恩人だからね。それはもう入らざるを得ないでしょ。おお、偉大なる古き信仰の司教よ、この荷を受け取りたまえ。誰だ、我らの聖地に足を踏み入れ儀式を邪魔する愚か者め。何が聖地だ、ゴミどもが。便所以下だ、こんなとこは。お前緊急回避すんな。俺よりかっこいい動きすんな。これ出てきた。おい、出れんのかい自分で。お前自分で脱出できんのかよ。あ、泣いてる。それじゃあいただきます。ん、あ、あ、泣いてる。泣いてるぞ。どうしたんですか。もう大丈夫ですよ。やっぱ優しく行くのが。え、これもまあ優しさの裏返しで。落とし穴に強化を持つ？なんて書いてあった今。なんで泣いてるんですか。ええな。ここまで来れば安全だ。よく成し遂げたな。赤き王冠を持つ者はこの陣を使い、陶器地へと一瞬で転移することができる。おお、これ俺の頭の上のやつ、赤き王冠か。どちらかというと、この陣は廃墟と化した遺跡に通じている。そこがお主の教団の始まりの地だ。遺跡を？何、教会を作るって感じかな。教団に戻る。おお、こっからね、始まりますよ。俺の教祖としてのライフワーク。